俺ゆあのね、虚無の世界使ってね、ポチしてキャンプするやついた。今日のドクターのさっきの。あれだ、もう論外だから関わんないの。普通にゲームしないやつは嵐なの。ちゃんとゲームしないで、虚無にばっかり行くやつもどうかしてるよね。何かあれば虚無、何かあれば虚無。のここの場所使えって話で、ドムで移らないで放置してる場合は安易に近づかない地上に行く場合です。行かれるわ。勇者も行かねえんだよ、ロクニオ。俺が狙われるんだぜ。マジでムカつくわ。勇者も行かねえで、8年くらいで回してたぞ、ロクニオ。マジでムカつくわ。ムカつくわ。トンネルパークがねえのに狙われねえからな。見てみな、これ。自分だけ助かる救助して、全部俺が狙われるから。見てみな。これで壁にも入ってくんねえから。ただやられるだけ、俺の位置に来る。もう目に浮かぶもん。来るなっつってんじゃん。出る気あるから来るな、邪魔だからよ。位置が読まれるんだよ。もうダメだからもう。一旦離れて様子を見る。ぶっちゃけじゃ成功法人をもらいたいけど様子を見てから接近する。この人もろくに入らないやつはチェンジしてろよまずよ。緊急事態で役に立たねえんだよ。俺とかドワイトみたいに給料に入ってねえやつ。ここ一番の緊急事態で役に立たないんだよ。発電機しか脳がないやつで給料行かないやつは給料行ってくれないってことだからさ。役に立たねえんだよ。その話なんだよ。
こ一番にちゃんと戦力になる人と戦力にならない人。ドワイト申し訳ないけど、デイビッドたちが回してる時間を稼ぐことが絶対条件だから。あのね、俺までね、発電機入っちゃうと発電機が回したくなる可能性なんだわ。
ナンバーワンプレイヤー、スーパースター。ユちゃんがいなきゃ勝てない、ドラゴンの存在ってことやってんじゃないですか。俺がいないと勝てない。ヒロちゃんがいないチーム、はじめに僕がいない、僕がいるチームです。